ご機嫌いかが？相変わらずね、姉さん。たった一人の肉親なのに。今日は素敵な話があるのよ。とっておきのことを姉さんに教えてあげる。私はあなたのように未来を夢見ることはできないけれど、未来を渡るあなたの夢を覗き見することはできる。二つの神剣、二人のカムイの夢を覗いたわ。あの夢の意味が今やっとわかった。カムイは一人じゃないということが。もう一人のカムイ、そう、カムイには添え星がいる。私はそれを見つけたらしいわ。カノエ！二人のカムイの二つの未来、あとわずかでもう一人のカムイも目覚める。シロー君、どうしてシロー君が二人も。やめて。お兄ちゃん大丈夫か？さっきからずっとうなされてたぞ。夢を。夢？怖い夢。お兄ちゃんとシロー君が。え？お兄ちゃんとシロー君が
殺し合ってた。でもそんなことあるはずない。ただの夢だよね。当たり前だ。父さんの葬式が終わって疲れが出たんだろう。そのせいさ。ゆっくり休んでればじきによくなる。うん。じゃあ俺は下で食事の用意するから、後で呼ぶ。ごめんねお兄ちゃん、迷惑かけて。バカ野郎、遠慮なんかするな。あの夢を小鳥も。カムイ。小鳥はまた夢にうなされてた。悪い夢を見たらしい。悪い夢。あいつは母さんが死んだ時から夢にうなされるようになってな。でもここ1年ほどはそれもなくなって安心してたんだが。すまない、俺のせいで。昔俺たちよくここで遊んだな。覚えてるだろう。父さんや母さん、それにトールおばさんがいつも俺たちを見守ってくれてた。みんな楽しそうだった。カムイ、教えてくれ。母さんが死んだ直後にトールおばさんはお前を連れてどこかへ行った。そして6年ぶりにお前が帰ってきた途端、今度は父さんが死んだ。俺がカムイの添え星だと言い残して。そして俺も小鳥と同じ夢を見たよ。俺とお前が殺し合う不吉な夢だ。これは偶然じゃない。何かが起こってる。だが俺には見当もつかない。カムイ、何か知ってるなら聞かせてくれ。この6年の間に一体何があったんだ。このままじゃ俺は小鳥を守ってやることもできない。聞かせてくれカムイ。カムイ、早くいらっしゃい。カムイ。お母さん、さやおばちゃん本当に死んじゃったの？本当よ。小鳥ちゃんやフーマ泣いてるかな？そうね、悲しんでるでしょうね。だからお別れの挨拶はしないでいきましょう。カムイがいなくなったら余計寂しがるでしょ。うん、行きましょう。また小鳥ちゃんたちに会える？沖縄って遠いんでしょ？もう会えないの？いいえ、きっと会えるわ。転校生だ。静かに、静かにしてくれ。東京から転校してきた四郎カムイ君だ。みんな仲良くな。四郎カムイです。こんにちは。ん？いや、カムイ。どうしたの？こんなとこで。お前を待ってたんだよ。お前本当か？すげえバカ力だって。こいつから聞いたんだけどよ。お前、学校の鉄棒をひん曲げたんだってな。信じらんねえな。本当だよ。こんなに曲がってたんだ。じゃあ、これ曲げてみろや。そんなのできないよ。できるよ。鉄棒曲げたじゃんか。てめえ、俺を騙したのか？本当、絶対本当だよ。カムイ、やってみせてよ。ねえ、お願いだから。ダメだよ。なんで？やってくれよ。ねえ。ダメなんだ。お母さんに叱られる。へっ、できもしねえくせに。やめてよ、ひどいよ。うるせえ。大体お前が嘘つくから。なんだよっか。こんな地味に鉄の棒が曲げられるか。へっ。
なんだこいつは、こいつは、化け物だ。大丈夫？血が出てるよ。そんな。大丈夫だか。ちゃんに、フーバに会いたい。今はまだ会えないの。会えないのよ、カムイ。どうして？あなたがもっと強くなったら、私がいなくても一人で生きていけるほど強くなったら。え、お母さんいなくなっちゃうの？そんなの嫌だ。カムイは守りたいものがある。自分が不幸になっても幸せでいてほしい人がいる。小鳥ちゃんとフーマ。そう、だったら大丈夫ね。あなたは道を間違えたりしないわ。お母さんも大事だよ。お母さんも幸せになってほしいよ。私の定めは決められている。定めって何？あらかじめ決められている未来のことよ。そんなの変だよ。未来が決まってるなんて、そんなこと絶対ないよ。そうね。あなたなら未来を変えられるかもしれないわね。あなたはカムイだから。強くなりなさい、カムイ。小鳥ちゃんやフーマ君を守れるように、あなたが愛する者を守れるように。